ボシですが原油をパイプラインへ送っている。こいつを壊せば流出は止まる。クライアントは環境 NGO だ。油田施設を破壊、原油流出を止めてくれ。表向きは慈善活動だが引き受けた理由は他にある。もともと無品大油田は老朽化のため放棄されていた。それを反政府勢力のウニータが占拠、強引に再稼働させたらしい。最近ウニータは急速に装備を近代化している。米軍の武器が横流しされてるって噂だ。情報班の見立てではその仲介役はサイファーのフロント企業。ウニータの動向を追えばそのからくりが見えてくるかもしれん。中継地になってる。武器や資源を蓄えているはずだ。奪えば役に立つだろう。汚れた品だ。遠慮するな。